あ、舐めた。舐めただろ。舐めちゃった。どうしよう。一筋縄じゃいかなくなっちゃった。エアバッグ取れました。はい、はい、終わりです。ドーン。先端ナット外します。くる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 。これをつなげるだけで5ワットの電気が消費されてエアバッグのランプがつかなくなるっていうのがあるんで、モモはてっぺんがあるタイプのハンドルなんですよ。で、ナルディっていうのはここで収める。はい、どうもこんにちは。信号待ちで青になってんにもかかわらず携帯いじくって青になってんの気づかないやつ、アホ。よろしくお願いしまーす。はい、ということで、いるじゃない最近。信号待ちでさ、青になってるのにさ、いつまでもさ、携帯いじくってんだよ。愛人に何送ってんだか知らねえけど、ほんとさ、勘弁してくれよって感じ。意外にしろよって感じ。はい、ということで。え、Mさんなんか反応ないっすけど。気が済んだでしょ。あ、気が済みました。うっぷんを晴らしたいです。はい。ということで、本日も、こちらのリミテッドなんですけれども、いよいよ、このワゴン R リミテッドも、スポーティーな仕上げにしていこうと思います。本日の買えるパーツは、こちら！はい！ということで、こちらのステアリングでございます。これね、いただき物なんで、ハンドルボス安く買ってきて、こちらのステアリングいただきまして、一応ね、これ新品らしいんで、ちょっとこれを交換したいと思います。視聴者さんの中では、エアバッグついてねえだろうとか、いう方もいらっしゃるのは多々いるんだけども、前の動画の時にでもエアバッグつけないと、まあ確かにね、安全性っていうのは大事なんですけども、ステアリングレスポンスを良くしたいとか、そういうのがありまして、こちらのステアリングに交換したいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。ということで、今回はステアリング交換をしたいと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。はい、ということで早速作業に入るんですけれども、Mさん何か質問ある？あのね、うん、よくね、うん、車が爆発するってかって聞くんだけど。何が？車。急に？なんで急に爆発する？え、車は爆発するものだっていうことをね、うん、あのちょっと小耳に挟んだことがあったの。どっからの情報源だよ。はい。ね、今日ハンドル取っちゃうじゃん。はい。ハンドルには、はい、風船が入ってるよね。あ、エアバッグ？うん、うん、あるね。飛ぶよね。あ、これもちろんあの今日ハンドル交換するんで。その適切な取り方っていうのも、あの、お教えしたいと思いますので、ご安心いただければ。え、本当に？多分大丈夫。今日膨らましちゃいましたとかやめてよ。膨らましちゃったところじゃないよ。膨らむときはドーンっていくから、危ないんですよ。飛ぶよね。うん、飛んじゃう。なんかの動画とかでも、エアバッグ爆発させてみたっていうのでも、うん、エアバッグの上に乗っかってる人がドーンって飛んだ動画とかあったから、まあ危ないんで、まあ適切なね、取り方で、適切な取り方でやれば、まあ、爆発とかは特にございませんので、はい、まあ、そちらでね、行いたいと思います。はい。はい。それでは、早速なんですけども、もう早速、初っ端でやるんですけども、エアバッグを誤爆させないために、うん、まず最初にハンドル交換することでやることは、まずはバッテリーの端子を外します。へー、なんで？はい、エアバッグなんかも、結局電気を伝わって爆発させるんで、そうなの？作動させるんで、そのエアバッグセンサーとかっていうのを、作動させないために電気をオフにします。それをちょっとやりたいと思います。はい。行くよ。え？行くよ。慎重になった方がいいと思うんだ。はい、慎重です。だから、こっちの車でやってみようよ。え？こっちの車でやってみよう。ダメだ、これ売り物なんだから。いいじゃん。失敗しないんでしょ？失敗しないでしょ。失敗しない男だよね。大丈夫。じゃあいいじゃん。うん、まあ、これで一発目でいいじゃん。はい、まずは、あ、これ。お披露目しちゃった、エンジンルーム。やだ。ごめん、映ってないから平気。あ、そう。まずはバッテリーのマイナス端子を外しましょう。これ10ミリね。マイナス端子を外すと、もう電気がオフになります。はい、これでもう電気全部オフになります。これ誰でもしてます。両方外さなくていいの？うん、片方だけで大丈夫です。そうしましたら、うん、運転席行きます。一応バッテリーで電気落としたんですけど、余力の電気が残ってるかもしれないんで、スモールつけるとか、ブレーキ踏むとかで、電気を消耗してください。軽くでいいです。え、そんなことあるの？まあ、ないと思います。はい、で、まあ、もうこれで完璧にもう電気オフになってる。残ってる電気はありません。そして、もう、すぐにハンドル外します。はい。はい。まずは、ここです。まずはここに、ハンドルのトルクスボルトなんだけども、このボルトを外します。なんか変な形してる。そう、星型のね、これトルクスボルトっていう。普通じゃ外せないんじゃない？普通、そうだね。こういうのがあるんですよ。ほら。全然形状違うでしょ。あ、本当だ。そう、これがトルクスボルトっていう。最近はだいぶ知られてるけど、昔は全然なくて、
まあ、残っちゃっていう感じだったんでね。あ、T30 がない。だーあれ、T30 のがないからつけられない。後ろじゃないない。30と27がない。上と後ろで違ったりとか。あ、違う違う、それはない。刺さってるのがない、そもそも。ほら本当だ。あ、今トルクスボルト説明しといて外そうと思ったら、私 T25 のトルクスボルトが、ね、なかったんですよ。それだけ。でどっか行っちゃったんで。何年前？わかんない、もうかれこれ数年前で、2、3年は経つじゃない。一筋なじゃいかないのがマーブラックなんで、六角レンチを代用してこの大きさを刺します。でそしたらなんとなしでかじったんで外せんじゃないかなと思って、ほら外した。加工って言ったすごいでしょ。これ代用できます。危ない、代用できます。ほらこれでね、出るよ。何が出るよ。やばく、よくね、なんか10本 OK とか20本 OK とか、ほらちょうどこれで外したんです。舐めることもなく、そう、これで外しました、はい、1本ね。1本まだ反対側もある。ここもね、もう1本あります。はい、そっち行くよ。はい、ここもね、もう1箇所外します。舐めちゃう。舐めた、舐めた、やばい、舐めた、あ、舐めた、こっちは舐めちゃった。あ、舐めてんじゃねえぞこの野郎。すいません。あ、ダメね、振ったよな。あ、舐めた、舐めただろ。舐めちゃった。どうしよう、一筋だじゃいかなくなっちゃった。どうしよう、なんかかな、慌てふためくよ。しょっぱなから出だし悪いな。あれ今のボルトってさ、あ、すいません、これトルクスじゃないとダメとか言っといて、周り普通に六角のボルトだった。だから遠ミリで外せます。入るの？うん、10ミリで外せます。衝撃の落ちですね。10ミリで普通に外せます。皆さんごめんなさい、10ミリで何ら問題なく外せました、はい、10ミリで外しましょう。10ミリです。これ突っ込める勇者いるかな。何が？私が突っ込むとお前は何にも分かってない。いや、もうこれは私が分かってなかったです。はい、すいません。はい、これで10ミリ外せました。突っ込める勇者を、はい、これね、10ミリ、何だ問題なの、めこめこに舐めなしちゃったんで、ね、でもまあ10ミリで外せます。はい、それでもうこれすぐエアバッグ取れます。慎重にね、これで。あ、ちょっと待って、なんかあったよ。うん、あるよ。そしてエアバッグ引き抜きます。引き抜くとこうやってカプラが刺さってるんですよ。こうやってね。そしてここの黄色のクリップを引きます。本当に大丈夫？うん。あ、こっちだ。そんな急いで引かなくても。急いでないですよ。これでここでクリップをこの黄色いのを引き抜きます。こうやって。あ、抜けた抜けた。うん、そしたらこれ引いた状態で、はい、取れる。黄色の線を引いて、うん、他を抜くの？それだけを抜く。そう、土台を抜く。こうやって。はい。エアバッグ取れました。はい、はい、終わりです。ドーン、ドーン、はい、はい、春ですね。取りました。はい。はい、そしたら、ちょっととりあえず後ろ置いておいて。これどうするの？はい。何がですか？これ。これでハンドルがついてます。これで、どうしようかな。カプラ、抜いとこうか。で、ここは、ちょっとね、うん、後で、このまんまでやってもできなくはないんだけど、あの、エアバッグのランプがついちゃうんですよ。あ、ABS のランプ。エアバッグのランプ。エアバッグでしょ、はい、ABS はもうついてる。うん、エアバッグのランプがついちゃうんで、ここは抵抗をかませることによってランプが消灯すると。そして今カプラ抜きました。そしたらここのセンターナット、うん、これを外します。これは十字レンチ17ミリで、これでハンドルロックかけて緩めると。私ハンドルセンターできるだけずらしたくないんで、鍵挿してちょっと戻す。センターナット外します。くる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 、バカにしてんだろ、はい、もうナット外れてます、はい、そしたらこれをハンドルグーって引っ張りたいんですけど取れないんですよ。なんでこうやって上下クシクシとこれで取れます。その時これずらさないよね、気をつけてください。このまんまです、はい、このまんまです、はい、これでハンドルボスが出てきます。ボスって何？俺のことさ、つまらない、すいません。ハンドルボス今持ってくるんで、うん、はい、これなんですけど、これね、私の実のお兄ちゃんからお安く譲っていただきました。中古なんですけど、こちらをつけます。で、このトップっていうのがあるんで、このトップっていう部分をハンドルのドセンターやることによってつながります。で、これをまずこの配線を、エアバッグの配線こっち通して、これもね、ずらさないようにできるだけ気をつけてください。はい。そしたら、線、トップの状態で、グギグギグギと溝に刺します。はい。はい、刺さりました。カバーもね。
そしたら、これこのままだと先ほど言った通り、エアバッグのランプがついちゃうんで、このね、ネットとかでもよく売ってる、この抵抗、これをつなげるだけで 5W の電気が消費されて、エアバッグのランプがつかなくなるっていうのがあるんで、これをね、つけます。これは向きないと思います。ここのところにビボッと刺して、で、あとテープで留めた。そしてこれでテープを巻きます。これ落下防止ってこと？うん、脱落防止だね。うん、まあ一応これで繋いでおけばっていうことです。はい、そして、抵抗もつけました。そしたらボルトとホーンをつけるんですけど、あれ？ホーンの配線。私、カプラめっちゃ見せたんですよ。これがホーンの端子なんですよ。ホーンボタンの配線がないんで、これを使います。これとりあえずここら辺でバツと切って、で、この純正ハンドルさんは置いときます。はい、これハンドルの方に付属されてたやつで、これをこっちをカットします。で、ハンドルの方と、もともと車体の方の純正ハンドルについてた方の配線を結線すると。これをやります。これ繋がりました。そして、あら、随分ずれちゃった。これが、こちらを刺します。刺して、パチンと。で、これも、ボスのところを通します。ボスのところを通したら、真上にした状態で、ボスも、トップで。はい。はい、つきました。そうしましたら、ここでようやく、センターナット。またこれも一回ハンドルロックかけた方がいいかもしれません。ある程度、仮締めしてね。はい、かけたら、グビグビグビっと。グビグビグビ。あんまり締めすぎちゃうと、親の敵のように締めすぎちゃうと、取れちゃうんで、あ、取れちゃうじゃない。ねじ切れ。あとハンドルロックね、解除しておきましょう。しといてやりましょう。よいしょ。はい。で、ここです。ここです。違う、ここです。ここです。そうしましたら、ハンドルをつけます。ハンドルを通して、この ABS のはもう中でいいです。あ、同時に、私の車両のハンドルの場合は、このマイナス。こっちがマイナスなの。こっちがマイナスですね。なぜなら、ここに繋がってたんで、クシッとクシッと。はい、つけました。そして、これを、どこかのボルトのところに接続します。ちょっと、つけづらいね。ももは、てっぺんがあるタイプのハンドルなんですよ。で、ナルディっていうのはここで収めるタイプ。桃タイプ、ナルディタイプって分かれてて、桃タイプはこうやって、ボルトが頂点のタイプになってます。今回ね、カバーもつけなきゃいけない。して、ややこしいね。カバーいらないんだけどな。なんこいつ？めんどくさくなってくるといらないとかいいですか？軽量化にも程があるね。軽量化でしょ？しまいには服脱げとか言うからね。服脱げ。うん。女性にそんなこと言いません。私は言われた？言ってないし。やめて。マーブラを不人気作戦やめてください。めんどくせえな。だりーな。心の声がね。いや、もう地声ですよ。こぼれとる。地声です。いや、地声ではあるんだけど。うん。だり。君は小学生かね。うん。そうそう。あ、話した。じゃあ、これでいいや。これでいいや。文字、逆さじゃないよね。うん、大丈夫。面白いこと言うね。君、名前なんすか？もも。ももさん。うん。あれだ。桃っていうの気持ち悪い。あ、カバーつけて手順に沿ってちゃんとやろう。マジダリ。あ、マジダリ。イライラしてくれ。マジダリ。このさ、ABS のボックスもすげえ邪魔なんだよね。邪魔言うな。と邪魔。だからしまいやさ、それもむき出しの方がメカニックでいい。あ、結構考えてる。あ、本ボタン今度どこ行った。どうしたよ。もう結構ストレス溜まってきてから。もう本ボタンもなくなっちゃう。無駄口叩かないで。無駄口叩かないで。イライラするから。ほっといてくれよ。いや、ほっといたら運転できなくなる。ウケる。ハンドルない車って。運転できねえよ、そもそも。何じゃなくて運転できない。もしかしてコントローラーで操作できる時代になっちゃう？うん、そう。やば。そういうことです。ゲームセンターじゃん、ここは。そうですよ。なんでやり直すことやら。この間ね、はい、何度も言うよってか言ったけど、何度も言うよ、うん、あれセイですよ。あ、そうだ、何度も言うよだ。そうだ、何の歌だったのって。自分で歌ってて分かんない。気が済みました。よかった、探し物見つかってよかったね。探し物は何ですか、うん、井上陽水さん。そしてこれをつけます。ボルトが違います。穴位置大きさが違います。少
シルバーのやつが。さあ、こっちについてて。で、間違えて今黒刺しちゃったでしょ。うん、違う違う。使えるかなと思って刺してみたね。うん。サイズが違ったから、ダメだって。諦めて。ハンドル交換でこんなに手こずったの初めて、私。ハンドル交換で初めてだからわからない。うん、いや、若い頃、RX7 とか180で散々やったんだけど、こんなに手こずったの初めて。そんなものはね、金積んでやらしゃいんだよ。加熱？加熱でやらしゃいいんだよ。やだ、信用できない。女子あるある、お願いします。うん、俺男子だ。かまこでいけばいいんじゃん。かまこ。なんすかかまこ。いや、女のふりしていけばいいんじゃん。きっと可愛かったと思うよ。誰が？若い時は。私？うん。こんなんでも。あたいが？うん。いつからおねんな。よいしょ、ちょっと邪魔して、邪魔してじゃない、邪魔してじゃない、はい、じゃあ今やってたんですけど、ちょっとアースの配線が邪魔で取り付けにも支障が出ちゃいそうだったんで、ハンドルボスのセンターナット、ここからアースを取りました。それから引き出してきてここまでつながってる。これでハンドルをつけたいと思います。レッツゴー。で、まずハンドルを通す。そしてコーンボタンにマイナスと、見えない。そして、プラスをつけます。はい。そうしましたら、コンボタンをつけて、まあ、これもセンターで合わせていきましょう。これも対角線上にね、つけていくといいと思います。随分一新されたね。これ、カーミーティングの時には、今、私のあの愛車紹介の時と比べたら、えらい変わってますよ。この他にもね、変えてるところ、ミーティングのために、いろいろカスタムしてるところいっぱいありますから。動画で紹介するのは、カーミーティングを終えてからのご紹介となります。あれ？これ閉めたらもう完成？そうです。ここの横のボルト最初に外したじゃん。あれはもう関係ないですから。あれもういらないの、いらないネジなの？あれは純正のハンドル用のボルトなんです。そう？これね、本当は私、視聴者でクラウン君っているんだけど、うん、そのクラウン君になかなかいいクイックリリースボスって言ってハンドル取れるやつ。があったんですけど、うん、それ確かに勧められてて、あ、いいなーって思ってて、つけようかなって思ったんですけど、あれってこのハンドルボスにプラスそのクイックリリースボスが入っちゃうから、うん、さらにもっと手前になっちゃうんですよ。私ディープタイプのハンドルが昔から好きだったんで、うん、そのクイックリリースボスを入れちゃうとさらにもっと手前になっちゃうんで、うん、それだから今回ね諦めました。それはお腹がつっかえちゃうから。失礼。でもさ、このハンドル、うん、ももさんって書いてあるけど、ももなのかどうなのかわからないけど、でも私こういうのは好きなデザインなんで、うん、悪くないかな。ももさんとは書いてないけどね。うん、バカにしてる。ケラ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 。大人げないね、君。うん。いいよ。いい、開き直って。うん。開き直ってんな。ほんとね、うん。俺は言いたいよ。何よ。オープニングでも言った。うん、信号青になってるのにもかかわらず。いつまでも携帯電話ジロ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 見てて信号青になったのに気づかないで発信しないバカ、うん、いかにしろこの野郎で以上です。はい、そういうやつはな、うん、動くな。終わった。はい、うん、こっちも終わった。終わらない。余計なことに脳みそ使わないちゃんと作業を集中してほっといてくれますか。ほっといてくれますか。やる気ないでしょ。あります、うん、私今日あと2本取ります、うん、そう、はい、ネジは2本取るんだよね。いや、違う、そういうことだ。動画を2本取る。あ、そうか。当たり前ならバカか。バカか。まあそんな感じで、うん、M さんよろしくね。うん。なんだ今の間はなんだ。よろしくお願いします。はい。マブラ謙虚前向きなんで。私もいっぱい日に焼けそうだね。そうですね。夏はね、作業してるときはもうね、全身水浴びるんですよ。水かホースで水かぶってそれから作業入る、うん、豪快でしょ。近づいちゃいけない人だからね。あの通行人の人たちはこいつきちってるって言います。思ってますよ。え、うん、思ってるかもしれないけど言わないよね、うん、言えないだろうね。異様な光景だから、ね、うん、まず言わないね。そうですね。というか思ってないよ。思ってないかな。うん、危ねえやつって思ってない。思わない。え、てか不審者だっていうか、はい、だって俺んちだよ。俺のスタジオだ。あーみたいな感じで自分のところの敷地内で水かぶったって予感べ。予感べってどこべ。分かんない。できた。まだ対角線上に閉める。うん、
ミシルダーのボトル、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 もう今速攻で気づきましたよ。ボトル、はい、気づかなくてよかったと思う。はい、ボルトがなんですか。ボルトキラッとしていいね。アクセントになるよね。うん、うん、そういうとこが赤だったら私好きだな。絶対嫌だ。なんで。でもほらだってステッチ多いじゃん。今まで出てくれた視聴者さんで、うん、ほら愛車紹介で出てくれた視聴者さんで、うん、私のイメージは一番最初のこうきくんは赤なんだよ、うんうん、そして次に出てくれたあゆみちゃんはピンクなんですよ、うん、あ紫だ、紫だよ、紫適当だねその次に出てくれたミニオンそっくりな翔くんは黄色なんです、うん、そう、イエロー。そうデジタル愛車紹介で出てくれた高橋さんは、うん、イメージでは赤なんですよ。赤結構多いんですよ。アルトワークスも白と赤でしょ。あの時の写真に着てたのがなんか黒と赤のツートンの上着かなんか着てたんですよね、うん、だから赤がなんか好きなのかなって思ったんだけど、赤好きな人多いのかもね。闘争心を駆り立ててくれて情熱の色ですから、ね、うん、赤はね、うん、僕は隠密主義の黒が好きです。隠密？隠密、隠密って黒だっけ。もう全てをひた隠す、全てをただただひた隠す。できた。だからステルス YouTuber でしょ。こうさん、はい、この文字さ、はい、赤に赤に絶対嫌だ。なんでだよ真ん中のやつもさ赤にする。絶対嫌だ。もう一回聞いて。ここ絶対嫌だ。これほら濡れる濡れる。でもね、これももさんのイメージカラーは黄色なんですよ、文字が。私色盲だから大丈夫。いやそういう問題じゃない何をおっしゃってるのかよくわかんないんですけど。っていうかね、もうこの時点でハンドルがやっぱ全然軽い。多分ステアリングレスポンスすごい上がってると思います。これでもね、いるんですよ、今時エアバッグつけないでどうのこうのとか言われたんだけど、それはね、もう正直承知の上です。はい、承知の上だけど安全を考慮してでの運転をね、いるんで。なんでちっちゃい。あ、なめった、なめってる、なめったじゃなくてなめってる。あ、もうダメだこれも。改造車は保険効かない。これ外しも効かない。外しもなんかそういうやつあったよね、補修の液剤があるよね、外すときに。いや、ダメだな。ネジが柔らかいんだ。柔らかい、うん、はい、できました。どうこれ。あ、めちゃめちゃポジションいいです。めっちゃいい。私うん、このポジションいい。ドリフトするのでもいいかもしれない。しないよね。しないね、できないね、うん、これいいと思います。マリオカートみたい。うん、あ、そうだねうん、ちょっとレーシングカートチックになったよね。一応ね、これ、つきました。あとは、ついたんで、バッテリーつないで、クラクションがちゃんと鳴るかとか、そうね。そう、そこら辺とかをチェックしてみたいと思います。これで、バッテリーをつなげたいと思います。はい。はい。はい。OK です。はい。それでは、クラクションを鳴らしてみましょう。ダメですよ、鳴らしたら。鳴らしてみないとわかんない。はい、いくよ。せーの。はい、OK。OK、もういい。もういい。なんか強く押さないとダメになったんです。ちゃんとしっかり押せばなります、うん、はい、こんな感じです、うん、はい、ということで、はい、ハンドルつきました、うん、いいね、かっこよくなったね。握り具合も私ね、あんまり太巻き手でかいんですよ。私ものすごく大きいんで、ハンドルもなんだろう、ナルディみたいにあんまり細いと私は残念ながらちょっと窮屈、手が窮屈になっちゃうんで、そのためにちょっと太いこのももなのかももタイプなのかわかんないけど、このハンドルをいただきました。ディープコーンが好きなんで、これ70ミリバックかな、70ミリ手前に側にバックするステアリングなんで、でも現にやっぱエアバッグついてないから純正ハンドルと比べるとものすごい軽いです。ドリフトした時ね、だいぶハンドルレスポンスが上がってるんじゃないかなと思います。でクラクションもちゃんと鳴ったんで問題ないと思います。ということで、着々とカーミーティングまでにマーブラックのね、車両の製作が進んでおります。ぜひ、現車をね、目の当たりにして、確認していただければと思います。なんかある？ます。ます。はい。え？エアバッグの動作するかしないかの見なくていいの？あ。はい。エアバッグ。エンジンかけます。はい。うん、消えましたね。ABS ランプは、これ今、ブラシがほら、前にこの動画でやったときに ABS 用のじゃないドラシャー突っ込んでるんでランプがついちゃうんですけど、これで大丈夫です。はい、問題ないね。あの抵抗が効いてくれてるんだと思います。これでね、またワゴンアールのリミテッドがリニューアルされたとなりますね。で、これすぐに付け替えるんでしょ。
なんで。やりません。せっかく交換したね。はい、ということで、まあ、こちらでね、ステアリング交換の一連の作業内容となりました。使った工具は、まあ、基本的には十字レンチ、17ミリですかね。あとは、純正のハンドルのエアバッグを外す10ミリのナット、2本外したのと、あとはカプラ外したりとかなんで、まあ、基本的に、若干の配線加工とか、買ったハンドルボスにもよって異なると思うんですけども、ハンドルとかね。それによって異なるんですけども、まあ、基本的に作業は難しくないかなと思います。最初の作業のバッテリーの端子を、マイナス端子を外しておくっていうのだけ忘れないでください。それで誤作動でダーンってエアバッグ作動しちゃっても保証はできませんので、これはね、十分気をつけてやっていただければなと思います。はい。ちなみに、はい。車検は？車検問題ありません。え、通るの？車検問題ありません。今ね、ハンドルも昔はなんか 35% 以上ないとダメだって言われてたんですよ。うん、大きさが。まあこれ、まあ 35% だから問題ないんだけど、昔はあんまり小径のハンドルとかはダメだって言われたんだけど、今はなんか法改正で規制緩和で、丸いハンドルだったらもう車検通るって言われてる時代らしいんで。エアバッグなくて。なしあり関係なしです。そうなんだ。はい。だから、保険、うん、自賠責保険じゃなくて任意保険か、うん。任意保険なんかで変わるとかあるみたいだけど、うん、まあ厳密に見ないよね、そこまで。ついてるついてないっていうね。そうそうそう。利点があるもんね。そうそうそう。だからそれぐらいが変わるぐらいで、うん、車検に関しては全く問題ありません。違法性も一切ないんで、うん、よっぽど昔のナイトライダーみたいな飛行機みたいなハンドルとかだと、ダメとかあるけど、縁じゃないとダメとかあるけど、基本的にはこうやってなってれば、まあ問題はなしということになってます。はい。はい。ということで、最後までご視聴いただき、誠にありがとうございます。高評価やコメント、チャンネル登録と、ベルの通知のマークをですね、オンにしていただきますと、マーブラックの不定期な動画が通知でお知らせになります。ぜひ、再生していただきましたら、最後までご視聴いただければと思います。また、5月5日の、マーブラックカーミーティング、富士スピードウェイ、ぜひお越しいただければと思います。LINE の方ね、登録していただけると、一斉配信でメッセージを送信しますので、詳しい情報を知りたい方は、LINE の登録をお願いします。それでは、またお会いしましょう。さよなら。